夫として大家が泣いた後、そのおそらくあまりにも満ち足りた。私もつい最近、私の経典の一つを台湾に提供すること。石の技法。私は自分が持っている方法論を使用することにした。前にされたこと。多くの垂直なものから何かを作っている。要素は人々の生活。彼はすでに道を展開している。そして、正規が現れた。彼に合った生活環境を見つける。そして、あの天気の特徴を伸ばすことができる。この作品を通じて、ここに集まることができる。巨像の風の動きの効果になる。叩くことで木の皮を広げ、雲を地元の方法で表現する。そして、そこで遊ぶ。ゲームの雲が接続している感覚で、耳が垂れている流線の核。秋の収穫の前に。それには特別な景観があるだろう。ええ、小さな子供たちが真っ白な壁の前にいる。彼らの想像力は無限に自由に発揮されることができる。時々は自分で隠れることができる。邪魔されないように。それで私ははしごを作った。そうすることで可能になる。雲の中に登っていく。私は民宿に住んでいた時の感覚を持っている。できる限り表現しようとしている。自然に行くための門を作っている。私は世界中を旅行して、様々な場所に行く計画をしている。国々はその自然素材を使用する。彫刻を創造する。